左側がなんか変動するとこみたいな、これいらないもんですよ ね、本当にこれになって、そうです、これがこれの根っこみたいな塊なんです。これを取っとくと、ほんと当分かけるの収まります。右はね、この根っこ、これってこの感がいいのと、実はなかなか起きにくくなる。メンバーシップというのをですね、今回やることになりました。メンバーシップの特典としては、1、私の出張施術は選ぶことができます。店の出張整体だから、私の施術を受けるにはもうここに入っていただいた方だけということになります。コメントも私が直接返します。ぜひ皆さん、踊ってメンバーシップ応援してやってください。よろしくお願いします。おめでとうございます。 ありがとうございます。寒いね。はい、今日一人で来た。今日一人で来ました。嘘。はい、いつも80分ぐらいやるんですよ、はい、で、まあ、当たってたたにはまあ70分なんですけど、はい、最初全身は他の子がやってくれて、主訴、はい、一番気になるところを僕がやりますから、はい、最初素直にさっき言っといてください。はい、首肩で、なんか左側がなんか偏頭痛とかみたいな、ちょっとここ下がってるよね。写真撮るとなんかこうなってる、ね、こうなってるよね、うん、だからここの首からこのほら T シャツのあれが擦れてる。そうそうそう、こうなんなきゃいけないのに、うん、だから何もしないと多分こうなっていきます。うん、うん、どうぞ。じゃあまあどうぞ。はい、もう一日デスクワークです。うん、絶対そうですね。痛いって言いそうないから大丈夫。あ、そう、言わなかったら、まあ、ありがとうございます。背中硬い。そんな背中。うん。これ背中すごいですね。硬い。うん。うん。そうそう。うん、痛くないですか。痛いです。聞かないと。痛いって言っていいんだからね。聞かないとダメです。ひどくないですか。いや、ここ張ってますね、すごいやっぱり。やっぱ巻き方にもなって仕方がね、やっぱり。おねえ、歯にできます、ボリ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 。こういうのがここ硬いです。痛い。来なさい。痛いです。ここでここ、ここやばいです。これこれこれ。右側はそんなことないですか。いや、まだね、まだ左、右も一緒だろうと思うよ。肩甲骨のね、うん、角からここに繋がってるのね、こういう風に、うん、それがもうガチガチで引っ張られてるの、うん、だから これが張ってるの、これ、うんうん、痛いでしょ。ここに僧帽筋があるんだけど、スープがあるとここが、これが胸筋って言ってる。ここ痛いってこと。痛い。張ってると痛い。うん、張ると、うん、やっぱ痛いよね。あれが。もう一つ、もう一つ、ここに穴があるから。痛い。言っときます。こんなもんですよ。こんなもん。こんなもん。違いますよ。こんなもんですよ。違いますよって言って、違いますよって言われても、ね、そんなもんです。これ。いや、違う。絶対違う。これこれ。いや、違う。違いや、センチ。痛い。痛いっておっしゃってるんですけど、入れてないんですよ、実は。ここ入れたいね、ここね、ここね、ここね。あ、しっかりと、鹿児島に土産話を持って帰ってくる。これがネックレスラインっていうね、うん、首の付け根のラインなんだけど、うん、ここね、こう、うん、これもここが張ってるんですよ、こいつが、うん、こいつが張ってる、これ、こういうのをね、いつの間にか話してんだよね。はい、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 痛いです。はい。
ね、これ、ぶっと切り出したでしょ、うん、ほら、これ、これ、うん、これね、うん、これにこれになった、うん、これ、何、ね、これ、うん、これ、いらないものですよ、全部、ね、これ、折るよね、そう、これがこれの根っこみたいな、塊なの、うん、それがね、うん、骨にひっついたりすると、ね、もうずーっと痛いですよ、うん、そう、塊だけ浮いてるから今取れるんだけど、うん、すんね、大変ですよねフリ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 曲がってが出ちゃうでね、これを取っとくと、ほんと当分肩こりも収まりますからね、同じ動きばっかり毎日やってるでしょ、うんうん、ちょっと違うことしないとね、うん、だからストレッチなんですけど、うん、背泳ぎって分かります、うんうん、はい、背泳ぎの腕の動かし方って、うん、こういうの全部取れてきます、だからちょっと休憩とか何かあった時に背泳ぎの動きをするんですよ、うんうん、あの腕だけでいいから、うん、これがほらさっきまでこの辺にへばりついてたから、うん、もうこの奥にここね、ここあれがついて、もうで肩こりっていう状態になるんですよ。この痛いのを味わいに来るというね。みんな言うんですよ。終わった時はもういい、もう来ないって言うんですよ。もういいって言って、でまたまだまあ鹿児島なら鹿児島はじめやりますよって言ったらまたポチッって言う。ここね、はい。はい。対話これじゃね、うん、眼神経だね、ここから出てるの、うん、こっちの神経がね、うん、これがもう詰まってるから、うん、結構やばいっすよ、痛い、ゆるぴだ、痛い、やついこう、ほんまや、指でほれ、切り行きましょうか、こうなるぞ、ダメです水分いるんだよ、これね、いいでしょ、ゴリ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 ってでしょ、ここについてるんですよ、これをこうちょうど角のとこだからこうやりながらちょっと取っていってあげてる、ここがひっついちゃってるよ、痛い、なんでなるんですか、だからあの同じ動きばっかりするから、だからそうそう、本当はもっと動いてた、ここらもそうですよね、ゴリゴリ言ってるでしょ、動いてたはずなのに自分でね動き止めちゃうんですよね、だから同じ動きばっかりやるとそうなっちゃう、ほれ、痛い、痛い、痛い、どうしているんだよ、やり方はもう大丈夫でしょ、はい、はい、右、あ、右の方が柔らかい、柔らかい、痛いから全然ない、こっからだな、痛い、ね、YouTube で見てるとそんなに痛そうじゃないでしょ、そんなことはないか、痛そう、痛そうは思うけど私はあんなにはないわと思うよね、みんな同じことよ、どうですか今のとこは見てる感じと実際受けてみて、痛いですまあね、だから見たら分かりますよ、ほんと力入れてるに見えないから、いや、入ってる、全然優しいな、めっちゃ優しいっすよ、ね、ちょっと左手、使い方が違うんだね、うん、これはここに入ってます、ね、痛い場所はちょっと違う、張ってるときで左だったらここに来たのね、痛い、痛いじゃないですか、いやここは基本一緒だから、ひっついてる出口の、ただ、そこ、ここは張ってたんですよ、左は、右はね、この付け根です、これ、これ、ここ、ここすごいっすよ、使い方がちょっと違うんですね、軽くやらなきゃこんなことできないでしょ、ぎゅってやってたらあんなことできない。グリッて痛い、痛い、痛い、これがこれ、いや右ではこっち、そんな押してないから、足やってあげてって、ダブルでやられるのが楽しいんです、上も下もふくらはぎ張ってるよ、どうも、さっ
つみたいな。そうだよ。見て見て貼ってる。こっち入ってる。入る入る。入ってない。入ってないじゃない。痛い。それは何だろうって、こっち木でやってる。向こうは痛そうだから指でやったんだ。こっちは大丈夫だなと思って武器使ってるから。こっちはね、こういう動かし方でゴリゴリ出してる。こっちはね、これでゴリゴリ。今取れてきたけど。ちょっとだから、使い方が違うと筋肉にひっついてる方向が違うんで、それちょっと変えるんですけどね。痛すぎる。ここがねおりゃいいいいここがひっついたら左だけ頭痛が出るとどういうあれなんですか。まあ、張りが強い、まあ、頭痛の元っていうのはあるんだけど、基本的にやっぱ筋肉が凝って、原因はいろいろあるんだけどね、頭痛がしらす時の原因ってやっぱりもう肩こりだとか首がつってるみたいな感じで辛くなって張ってくるんですよ。これこいつだからこれが張ってるから、こっち側をこう下ろしてあげたいんだ。こう張ってんの、ここが。でこれをこう下ろす、下ろして引っ張ってあげる。そうするとここがこの感が緩むと、あの頭痛はなかなか起きにくくなる。根本の原因っていうのはまだ違うんだろうけど、それはね、ありますよ。根本もあっても、発症するというか出るときは、だいたいこれが凝ってるとき、凝っても、ああ、肩が凝って辛いわって言ってるときになるね。グリグリ言ってるよ、本当に。柔らかいんだけど、中、あの、この際が強い。はい、行きますよ。はい、これが目じゃん、目、目、目の外あれ。これもそうよ。これは痛い。ダメじゃねえ、これは。ここが張ってね、ここに来たらここにブワーッとこっち出てくるの。だから片頭痛ってこの辺から出てくるのね。うんうん、そこに出ます。で、ここが、ここにもあるんですけど、これをやると、ここにこういう片頭痛の、なんかこう、側頭部が痛くなってくる。うんうん。ここね、ここだけ入れるよ。ここでついてる、これ叩くね。だからね、同じように首もね、あんまりだから動いてないんですよ。正常な動きを常にやってないって感じですね。うん、同じことばっかりやってるんですよ。これに乗る、ここに残っちゃった、ちょっとね、これこれないと変頭痛が。これは、これ左はここすごいね。ここうん、だからね、揉み返すとかうんぬんって言うけど、この辺はまずそんなに出ないです。入れないから。こういうところはね、出ます。結構入れるんで。なんかこっちちょっとまた違うんだよね。ここ、ここが詰まってるんだよね。はい。はい。めー。めー。でもね、ひっついてないよ、そんなに。うん、そんなひっついてないよ。手上げてんだ。上げることある？ひっついてないよ。もう、言ってない。もう、やるだけだよ、多分。ああ、それでか。上がらない人ってね、ここからこう筋肉あってね、手を上げようとしたら、これがひっついて邪魔するんだ。だからそういう人はね、やると痛いんですよ。ここ、ミントだけだね。あと、そうでもない。ここね。右手もちょっとこうついてるな、うん、ね、よいしょ、
オッケー。こっちに。はい。横向き。はい。反対。はい。上向きだよ。はい。上向きだよ。はい。下向き。はい。振り回しても全然もう痛くない。痛くないと思いますよ。はい。全然です。こっちに。肩軽くなって始まる。だからね、骨ついてるとやっぱほら動き邪魔するじゃないですか。うんうん、だからそれはもう浮かして、今度このこうなってるとぐるぐるにこう浮かしていくと全然元に戻れるから、要はゴミが掃除できたから、だから邪魔になくなるから軽いから。ぐちぐちついてる、いっぱいついてる。絶対軽くじゃないです。本当にですか。本当に軽いからね。じゃあ次早めに鹿児島行きますか。はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の動画もぜひお楽しみにしてください。